おお、治っていくぞ。シルバ先輩の時より難しい治療のはずなのに何、ちゃんと修練したんだ。おい、何をしている。治療をしております。続けて構いませんか。別に構わないけど。ありがとうございます。だが代わりはもらうよ。別の者の腕一本をね。さあ、僕の機嫌取りのために腕を差し出してくれるのは誰だい。なれば私の治療は。では私の腕を切り落として見せてください。そうすればあの力を間近で見ることができる。いいだろう。本来なら無印者の腕など価値がないが、その自慢げな顔が泣き叫ぶのは面白そうだ。クリス。大丈夫だよラニー。陛下の治療を続けて。どんな叫び声を上げるのか楽しみだよ。やはりただのマナの動きとは違いますね。いくつかの波長が混ざり合っている。知ったような口を。さあ行くぞ。今さら泣いてもやめはしないからな。何？おい、気取られないよう力を抑えてはいたが、エーテルシェルは確かに発動していた。それを上回る力とは。お気に入りのメイド服を破られたのは痛いが、見事な腕前。すごいです。さすがですね。ふざけるな。あの力は実は大したことないのか。だが暗殺者も陛下の腕も確かに。なるほど、これはただのマナではなく、似ているけれどもっと上位の力を使っていますね。マナリファインだ。マナの純度と効率を高める。お前たち地上の人間ごときには破れるはず。それが量より質というわけですね。これが進化すれば、あるいはエーテルにも追いつくかも。素晴らしいです。君の力が全く理解できない。その力は何だ。一体何者だ。貴様。ただのメイドですわ。ふざけるな。バカにして。なぜだ。まるで通じない。お子様とはいえ、女性の胸にずっと触れているのはよろしくないかと。おう、すみません。さあ続きを。どうぞ私の腕を切り落としてください。